木村時子は日本の歌手、女優、声優である。オペレッタ風の同様レコード、チャメコの一日のチャメコ役で知られる。本名は引く時。1896年3月12日、宮城県に木村時として生まれる。上京し、帝国劇場歌劇部の三期生となる。1915年、ジョバンニ・ビットオリオローシーが指導する帝国劇場歌劇部の歌劇。 ボッカチオで初舞台を踏む、松井スマコの芸術座に参加する。チャメコの1日1919 19年、笹硬貨が企画したオペレッタのレコード、チャメコの1日の録音に、七昭和劇団名義で参加、主人公のチャメコを演じ、お母さん役の天野菊よ、先生役の加藤清と共演した。1920年8月、ネギ工業部の金流館監修 根岸吉之助が、浅草公園ロックに、根岸大歌劇団を結成、この設立に参加する。1923年9月1日の、関東大震災で浅草は壊滅。浅草オペラは、終演に向かい、同歌劇団も1924年には解散した。1930年頃は、木村時子一座を構え、浅草の音技等で、レビューの公演を行っており、 同年7月に後に呆れたボーイズで知られる川田春久が入団している。同年11月1日に開業した玉木座で同日旗揚げしたプペダンさんとの設立に参加した。その後、古川六波、水野江滝子らと共に舞台に立ち、浅草の女王と呼ばれた。1935年、当時、千葉県千葉郡津田沼町、谷津海岸にあった。 バンドウつまさプロダクション、関東撮影所の最後の作品、サイレント映画、彦コとキューバに出演している。同撮影所は同年閉鎖された。1945年8月15日に、第二次世界大戦が終結、戦後は、声優として活動した。1954年、出演していた NHK のラジオドラマ、うっかり夫人と、ちゃっかり夫人の映画化作品に、 俳優として出演している。1962年11月13日死去した。万66歳没。ありがとうございます。